今は初めて、まあ2回目かな、今初めて仕事だとウェイアウトバックツアーのウォータータンクをチェックしに来てるかな。面白い、こんなところあったんだね。6ヶ月、あと1ヶ月後にはもうこっからいなくなるけど、まだキングスクリックステーションの全部を見たわけじゃないからな。あー、ちょっと見づらいか。ま、同じに水を運ぶための細いプラスチックの本当に安っぽいパイプがね、何キもうキングスクリックステーション至るところに来てるよね。これがイアンの、なんだろう、ここのステーションを作った時のど根性っぷりが見えるよね。まあちょっと水の音が聞こえるから水は来てるんだろうけど、かなりかったるそうな音だな。よし、これがね、ウェイアウトバックツアーがいつも使っているところのウォータータンク。ちょっと小ぶりだけど、ちゃんと音もするんね。今あとはとっても原始的で、この3本で分かれた方向に全部ウェイアウトバックツアーのキャンプ地に向かって、まあキッチンだろうがシンクだろうがシャワーだろうが伸びてってんだよね。さすがど根性王子だね。